そうか、頭は悪くないようだね。気づくまでこんなにかかったんだな。いや、そんなつもりじゃなくて、少し手助けしてもらえたらと思って。普段はこんなことで他人を悩ませたりはしないんだけど、人付き合いがうまそうだから。今問題があってね、妹のナットのことなんだ。私と同じになろうとしてる。同じになるってどういうこと？妹が姉のようになろうとしているのが怖いんだ。つまりこれまでの人生を考えてほしいってこと。責めるつもりはないけれど、ブルー、個人の安全はこのスーツのように強いとは思えない。彼女には姉のように弾丸を避けて怒った人々から逃げ回るような形で人生を終わってほしくはない。それがしょっちゅう外に出かける理由の一つ、ここにいる理由の一つ。もしかしたら滅多に帰らないようにすれば、彼女のそばにいなければ彼女も頭を冷やすかもしれないとずっと思ってる。優しくて無邪気なナットに、新聞配達をしていろいろな方面でしっかりした市民に戻ってくれるかもしれない。どうすればいい、ブルー？ただ愛してやればいい。家族とは貴重なものだ。家族を追い払うのは一番やりたくないことのはずだ。永遠に失うかもしれないのだから。その通り、そんな危険は犯せない。ありがとう、ブルー。知らない人とさまよってこの井戸に行き着くなんて誰が予想できただろう。あなたのような人はなかなかいない。すごい友達だね。ただの友達なのか？ああ、そう、そう思ってた。ただし何か変わらない限りは。ここ暑くなってきた？でもいや、また聞いてくれてありがとう。誰かに話すことができて胸の疲れが取れたよ。じゃあ出発したいの？おい。くそ。いや、パイパー。補給の時間だよ。食べる？何か言いたいことはあるか？いつも当時の人々の方が良かったと聞いていた。直接この目で見られるとは思わなかったよ。何か言いたいことはあるか？永遠に隠しておくことはできない。特に自分の場合、言いたいことは言うからね。様子を見て二人の仲が大丈夫なのか確かめたいだけなんだ。今はそんなに不満はないよ。尋ね回ってるなんて珍しいね。それだけだ。分かった。新しい悪臭の元を見つけたみたいだ。この匂いの元が何であれ？
すぐに医者を探して手当てしてもらう。この匂いの元が何であれ、すぐに医者を探して手当てしてもらう必要がある。強固にロックされている。入った。
現場で事件が起こらなかった日は一日もありません。やった。通常通りです。治安は回復しました。